ブルマさんの宇宙船ができるまでじっくり勉強しねえとな。サイヤ人たちとの激闘の末、地球は救われた。しかし、その代償はあまりにも大きかった。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし、神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたゴハンたちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。早かったわね。これでよかったですか？うん、問題なし。ありがとね、宇宙船。ババッと仕上げてみせるから。はい、よろしくお願いします。宇宙船の方はバッチリ完成よ。ゴハン君、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから、準備はしっかりしておくのよ。は、はい。出発の準備はもう大丈夫？それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ゴハン君は先にクリリン君と合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよゴハン、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さん。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ、あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕が
のピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ、反応が。やっぱりあったのよ、ドラゴンボール。本当だ、やったやった、ヒャッホヒャッホヒャッホ。ん、クリリさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならレーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え、あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。はあ、ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴハン。わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。ん、クリリさん、誰か来ます。え、サイヤ人。違う、ベジータじゃない、もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？なんだ？え？な
星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ。見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船が。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ごはん、木を解放しろ。こいつら大した奴じゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。ダッセイヒーセイヒーヤッホーとヒンゾハーハーてめえがダッダッダッなんだこの戦闘力の数値は。へい、ナイスナイス。ナイスじゃないわよ。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。くっくっく、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。ふふ。まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。1万9000、2万、2万1000、2万2000。故障だとは思うが、ベジータにセットしたスカウターの数値が2万2000を超えたあたりで。2万2000だと。お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。2万4000まで上がっている。
我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ、この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。ありゃ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 、花火だ。うはあ、ベジータの2万4000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつがやってくるかも。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか洞窟とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。あんなとこで、いつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブルマさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。行っちゃった。でも今のは一体何だったの？ブルマさん、ドラゴンレーダーで確認してください。4つのドラゴンボールが集まってましたよね。持っていたのは、あいつらかどうか。そうよ。間違いないわ。今のが4個のドラゴンボールを持っていたんだ。やっぱりそうか。ゴハン、見たか？はい。ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっととんでもないかもしれない。ベジータより強いって、そんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のため
ブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、たった6日でナメック星に着くという。新しくできた船図で一気に回復した悟空はすぐにナメック星に向けて出発した。それじゃオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと、6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。ねえ、さっきの連中ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこの位置は、さっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって言ってた気を感じたところだ。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこんなとこに置いとく気？ここの方がずっと安全だと思うけど。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中にカプセルで家を作って待ってる。ごはん、なるべく木を抑えながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。ご飯、分かってるな。はい。被弾や武勲術は控えるんですよね。そうだ、敵に気づかれちまうからな。ご飯、分かってるな。被弾は撃つなよ。奴ら、何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん、そんなものは持っておらん。クッそんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。ほっほっほ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんてやつらだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は？なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ、子供には絶対手を出さんと。そう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者に。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは
7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろデッデ、逃げるんだ。はい。さあ、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。あいつら。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめな。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん。原作不是这样子的。人都是直接飞踢他的。我靠！好疼啊！好疼啊！ブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの。デンデ。ん、フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。
오케이. 비지타. 요, 随分 久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければ、なんとかなりそうだからな。随分生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしく、そのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃ、この場だけは見逃してやるぜ。そうか。ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたから、もしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメックス星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所がわかっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えている。さっさとかかってこい。これを見くびるなよ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっている。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。待て、ベジータ。俺を このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッ腹が立っただけだ。うわぁ、フリーザ様。フリーザは
サイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよ、あんたたち。のんびりだって。お？な、何？その小型のピッコロみたいな子は、ひょっとしてナメック星人っていうやつ？はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか？孫くんがここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが？やったー！キャッホー！悟空のナメック星到着まであと6日。悟空よ、聞こえるか？悟空。ん？お前一体そこは、もしかして宇宙か？そうか、ナメック星じゃな。ドラゴンボールが見つかるといいの。なんだよ、何にも知らなかったのか。ナメック星じゃとんでもねえことが起こってんだぞ。とんでもないこと？まあその話は後で聞くとして、実はな、ここに客が来よったんじゃよ。お前もよく知っておる4人がな。まさか。みんなお前が下よりも厳しい修行を望んでおるぞ。よう、聞こえるか悟空。あの世で死んだ神様に会ってさ、ここのことを教えてもらったってわけだ。4人って言ったな。イヤムチャと天津飯、ひょっとしてピッコロもいるんか。てめえだけ強くなっていくのは、この俺様のプライドが許さないからだ。あと一人はなんとチャオズさ。神様が特別に体を再生してくださったらしい。みんなすげえ、よかったな。ほらもう今ナメック星に向かってんだけど、100米の重力を出せるように宇宙船を改造してもらって修行を始めてんだ。あと5日半でうんと強くなんねえとえれえことになっちまうからな。そういえばさっきも言っておったな。話してみろ。何？悟空でさえ手に負えなかったベジータを上回るやつがいるっていうのか。まさかそいつはフリーザでは。さあ、そいつは聞いてねえけど、海王様は知ってんか。悟空よ、もしそうなら絶対そいつには手を出すんじゃないぞ。やお前のためだけに言っておるのではないぞ。地球やナメック星、その他の星のみんなのために言っておるのだ。そんなにすげえやつなんか。ちょっと見てみてえな。絶対に近寄るんじゃないぞ。わかったか。長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。
ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリンさん、これは木が次々と減っていく。え、またナメック星人が殺されている。殺しているのは俺たちがよく知っている木だ。ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。そんなことをしたらあいつら全てのナメック星人を殺すまで探し続ける。そんな あなたたちのことを教えてください。どこから来たのか、なぜドラゴンボールのことを知っているのか、星のみんなを助けてください。俺たちはそういうことだったんですか。やっとあなたたちの謎が解けました。僕についてきてください。最長老のところへ案内します。え、最長老？どうしてその最長老のところへ行くんだ。僕たちの村を襲った奴たちはドラゴンボールをすでに4つ持っていた。それからあなたたち今あっちの方向で人がたくさん殺されているって言ったでしょ。ああ、多分ベジータってやつに。もう一つも木が残ってない。全滅させられたんだ。だとしたらこの星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。そうか、ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら残りはたった一個。ひょっとしてその一個を持っているのが最長老さんか。はい。いかん、ベジータが最長老のところに行き着いたら7個目のドラゴンボールも奪われてしまう。早く最長老に知らせてあげないと。俺がついていく。ご飯とブルマさんはここで待っててくれ。たくさんで行っても意味がない。わかりました。気をつけて。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつを。ここに沈めておけば誰にもこのドラゴンボールは見つけられん。フリーザたちの持っているドラゴンボールは5個。残る1個を探すか。このパワーはザーボンだ、間違いない。待っていたんだ、単独で動き出すのをな。やつも仕留めてやる、ドドリアのようにな。おお。 OK, 先要打上坡。好，我们先走。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと。なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず。何？俺のものになれば、フリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。愚か。永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。ラッハッ、飛べ！フェアハッ、フェアハッ、ハッハッ。おお。
多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられる。やめるな。ギリック砲。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。俺がなんて。飛べ。飛べか。ギャリック砲。どうする。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？ナメック星人がいる？いたのか。はい。その昔この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。
地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。え、過去？なんと、過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る？よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。え、どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつきっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。ねえ、ちょっとご飯くん、ずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリン君なのかな？きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは？こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほら、ここんとこ一つだけポツンと。は？ベジータが村を襲っているって言ってたその方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんから。わかった。あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし、行くぞ。ね、あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は。ひどい。村が全滅している。ドラゴンボールを探さなきゃ。じゃないの？はっ！
ところにあったのかな。村の人が慌てて隠したのかもしれないな。なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシーンにはいないだと。己、どこに逃げよった。ベジータ、早く早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個すべてを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが。あの野郎。なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザメ、ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めた奴を入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くそベジータめ、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに、今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。